千里国際学園はかつて存在した学校法人。阪急電鉄が1991年に大阪府見直しに設立した。中学校に相当する中等部と高等学校に相当する高等部及びインターナショナルスクールを設置していた。設立当初は大阪国際文化高等学校、大阪国際文化中学校という名称であった。なお、 千里国際学園中東部、高等部と大阪インターナショナルスクールは、同じ校舎内で一体的に運営されていた。2010年4月1日に、学校法人関西学院と合併し、学校法人としての千里国際学園は廃止された。以下の記述は、基本的に廃止直前のものである。次の教育組織があり、一般生徒に加え、 帰国生徒及び外国人生徒を積極的に受け入れていた。なお、中東部、高等部では、寮も用意されていた。楽器完結性を導入し、音楽や美術などの一部の教科、生徒会活動などは併設されている和と合同の授業を行っていた。そのため、英語のみで進められる授業もあった。主に、発表、討論、実験、観察、 レポートが授業の中で重視され、1クラス1から24人ほどの少人数教育を行っていた。基本的に拘束というシステムを取り入れず、生徒はごリスペクトという方針に従って行動することを求められた。ごリスペクトとは、自分、他人、学習、環境、そしてリーダーシップを尊重しなさい、という内容のものである。そのため服装や髪型などは、 生徒自身のごリスペクトにおける判断に任せていら。IT 科では多くのコンピュータ授業が用意され、一部の授業は必修科目となっていたため、生徒全員が一定以上のコンピュータ技術を身につけていた。授業では必ず一人一台のコンピュータが貸し与えられていたほか、生徒は入学時に個人専用のログインアカウントを配布され、学校のサーバー上に 自分のファイルを保存することができた。このファイルには学内すべてのコンピュータからアクセスできた。主な設備として、室内、温水プールジムプラネタリウムノートパソコン貸し出し、インターネット環境、写真用暗室、陶芸用焼き釜などがあり、理科の研究、実験用として多くの機材を島津製作所より開口時に導入していた。図書館は玄関を入って、 すぐの恵まれた位置にあり、約5万冊の蔵書を抱え、英語と日本語の両方の図書が充実していた。図書館では、ノートパソコンの貸し出しも行われ、自由に学習のためにコンピュータが使えるようになっていた。教員、スタッフも常駐し、開館時間も長く、大学図書館並みの蔵書量とサービスを誇った。ミュージカル、またはオペラの発表。 毎年開催され、演出や演奏、照明、音響などすべて主に生徒によって進められた。基本的にすべて英語で、2005年のミュージカル、ユーズルが過去初めての、そして今のところ唯一の日本語での公演であった。過去のアスプ、これらのキャンプは、高校生がキャンプリーダーとなり、企画、実行、管理などを行っていた。シーズン制、スポーツ1年のうち、 決まった期間のみに活動をするスポーツクラブ。そのため、いくつものクラブを経験することができた。トライアスロン、ランニング、スイミングは1年を通じて行われた。基本的に中学生は火曜日、木曜日、高校生は月曜日、水曜日、金曜日に部活動を行った。その他のクラブシーズン制スポーツとは違い、基本的に年中活動した。 三人以上の部員と顧問の先生がいれば、新たにクラブを作ることも可能であった。部費をもらうには五人以上が必要であった。アジアパシフィックアクティビティーズ・コンファレンスの略で、国内やアジアのインターナショナルスクールと、スポーツや音楽を通して交流する目的で、開かれていた。各イベントに選抜され、参加した生徒は、交友関係を世界に広め、 卒業後も新木を世界レベルで持つこともあった。なお、本校は2008年6月をもって、12校への拡大により、他校を干すとしきれないため、APAC への参加が終了となった。土曜学校とは、千里国際学園に小学校を設立してほしいとの希望に応えて始められたプログラムであった。授業は、土曜日の9時から3時までを基本とし、 小学校1から6年生までが通った。授業はすべて英語で行われ、生徒間でも英語で話すことを促された。クラスは学年と英語のレベルに応じて分けられ、28のクラスが存在した。土曜学校では多角的に英語に触れることで、効率的に英語を身につけるために、英語の他に体育、音楽、美術、コンピューター等の授業も実施していた。 土曜学校の先生は皆英語を流暢に話した。多くが英国、米国、カナダの出身であったが、ニュージーランドやメキシコなどの出身の先生もいた。比率としては英米出身が多かった。土曜学校ではアメリカ英語、イギリス英語などのアクセントの違う、いろいろな地方の英語を分け隔てなく使用していた。英語がいろいろな地域で話される今、 生徒ができるだけいろいろな種類の英語を理解できるようにするためであった。土曜学校では先生の他にスチューデントスタッフと言われるスタッフがいた。このスチューデントスタッフは1クラスに平均3人配置され、生徒の監視、学習の手伝い、そして生徒と先生との橋渡し役を主な役目としていた。スチューデントスタッフは皆英語を話し、生徒に 積極的に英語を用いることを促した。土曜学校ではこの体制により、生徒約4人につき1人の英語話者を配備することが可能であった。またスチューデントスタッフは、毎週の土曜日、授業が終わった後に1日のレポートを提出することを義務付けられていた。このレポートは1日の様子を記録するものであり、生徒の行動に何か問題はあったか、授業は、 どうだったかなどの質問に文章で答える形式になっていた。これは土曜学校で起こる生徒関係のトラブルを早期に発見するのに役立っていた。毎年春休み中と夏休み中に開かれる幼稚園年長組から小学6年生までを対象とした英語学習プログラムであった。春は5日間、夏は2週間行われた。ミュージック、アート、 コンピューター、スポーツなどの楽しい要素を取り入れた授業を通して、子どもたちの英語力を伸ばし、国際感覚をつけさせることを目指していた。毎回違うテーマに沿った内容で行われ、参加生徒数は約600人であった。2006年6月に巨額横領事件が発覚。学校運営資金の3億5000万円余りを着服したとして、元事務長が告訴された。元事務長は、 同年4月より失踪していたが、8月に美濃警察署に出頭し、業務上横領の疑いで逮捕した。着服した資金は主に競馬に使われたとされる。2008年5月9日、学校法人関西学院との2010年4月の合併に向け協議を開始したことを発表した。存続法人は関西学院となるが、合併後も各校は現在のコーチで存続する。 2009年12月17日、文部科学省は、関西学院と千里国際学園の両学校法人の合併を正式に認可した。2010年4月1日に両法人は合併し、存続法人は、学校法人関西学院となり、学校法人千里国際学園は廃止された。法人合併後の主な変更点、プレスリリースによる、 資金3.5億円着服容疑、千里国際学園前事務長を告訴、朝日新聞大阪遊館、2006年6月30日、千里国際学園、数億円、競馬に使った、横領容疑元事務長を逮捕、産経新聞大阪遊館、2006年8月5日、千里国際学園との法人合併に向けた、競技開始について2008年5月9日掲載。 ありがとうございます。